大丈夫？きっと助けてくれる。すぐに嫌なことも忘れられるはず。着いたわ。ズラトコさんですか？何の用だ？助けてもらえませんか？何の話かわからん。さあ帰ってくれ。悪いな。待って、お願い助けて。入れ。さあ入って、遠慮はいらん。ルーサー、お嬢さん方のコートをお預かりして。ああ大丈夫だよ、怖がらないで。ルーサーは私が助けたアンドロイドの一人だ。家がこんなに大きくても一人だと寂しいからな。さあくつろぐといい。私のことは誰から？通りすがりのアンドロイドが助けてくれるかもって。なるほど。変異体か。その子は？人間です。で、安全な場所に行きたいのか。人生をやり直せる場所だろう。ちょうど今ならカナダはいい季節だろうな。景色もいいし、空気も新鮮で土地も広い。アンドロイド法もないしな。心機一転にはもってこいだ。ええ、そのそういう場所に行きたくって。だろうな。手助けはできる。だがまずトラッカーを取り除かないと。トラッカー？ああ、アンドロイドには位置を特定するモジュールが取り付けられているんだよ。それさえ外してしまえば君たちも安全だ。ほら、来なさい。ああ、その子は今で待たせておくといい。いえ、この子も一緒に行きます。そうか。こっちだ。必要なものは地下にある。ここ嫌い。あの人も。アリス、行くあてもないのよ。信じるしかない。散らかってて悪いな。機械を隠しておかなきゃならないんでね。
トラッカーを取り外すのは違法だからな。快適でもバレちゃ身も蓋もないだろう。その子が怖がってなければいいんだが。いえ、この子は平気です。そうか。おいで、アリス。さあ、ほら、こっちだ。それじゃあ、そこに立ってくれるかな。先に言っておくが、少々痛むぞ。不思議というか、どういうわけかは知らんが、トラッカーは変異体になると機能しなくなるようでな。だから見つけづらいんだつまりトラッカーを取り除く必要なんてないんだよ。え、でもさっき。ああ、人は疑うということを知らん。変異体は実に無知なやつばかりだ。お前らは皆俺に助けを求めてやってくる。そいつらを初期化して売り払う。じゃなきゃここで実験に使う。いや、やめて。リセットなんて嫌。やめて。カーラ。ガキがいたんだったな。忘れてた。ああ、閉じ込めとけ。そいつは後だ。アリス。アリス、いや。おお、母親ごっこをする変異体か。こりゃ感動ものだな。だが愚かだ。さあ、苦しみから解放してやろう。夢ってやつは厄介だ。いつも同じ終わり方をする。失望だけが残る。正直、記憶も感情もない方がマシってやつさ。苦しみもない。希望が裏切られることもな。羨ましいくらいさ。カーラ。ああ、かわいそうなアリス。ママはもうお前のことを覚えていないみたいだぞ。すっかり忘れちゃったみたいだな。カーラ、ねえ、どうしたの。ああ、ほら、こっちに来い。噛みやがったな。それじゃあ、たっぷりお仕置きをしてやらんとな。カーラ、起きて。カーラ、リビングに来るんだ。
助けてくれ。すればここも片付く。そしたらガキをどうするか決めるぞ。はい、ご主人様。10分後に子供を連れてきます。入ってない。
れるわけない。本当にごめんね。こんなとこ来るべきじゃなかった。行きましょう。音を立てないようについてきて。ルーサー、お呼びですか。こいつは終わりだ。ガキを連れてこい。はい、ただいま。ご主人様。なんだ。子供が消えました。突然いなくなるはずないだろう。どこかにいるはずだ。何ボケっとしてる。探してこい。ただいま。探し回ってる。見つかる前に逃げないと。くそ、どこ行った。ルーサー、さっさと奴らを見つけろ。アンドロイドの分際でこんなことならさっさとバラバラにしておきゃよかった。面倒ばかり落としやがる。勇気を出して。そこに隠れているのは分かってるんだぞ。ほら出てこい。懐中電灯テーブルにあったろ。さあほら出ておいで。傷つけたりしないよ。ただ話したいだけだ。メモリーを消したのは間違いだった。本当だ、反省しているんだよ。なあほら出てくれば助けて。見つけたぞ。さっさとしろ。さあかくれんぼはおしまいだ。
ス。行ってアリス。いや、一緒に行くの。行くの。急いで逃げるのよ。言っただろう、夢ってやつは厄介だってな。よくも逆らいやがって。何してんだ。早くそこをどけ。いいえ、どきません。さっさとそこをどかなきゃお前にぶっ放してやるぞ。おい、何しやがんだ。どういうつもりだ。なんでここに。誰が出した。こっちに来るな。おい、やめろ。従え、俺はお前のご主人様だぞ。本当にすまなかった。俺はあいつの言いなりだったんだ。その子がお前のために危険を冒すのを見て、まるで初めて目を開けた気分になった。やっと目が覚めたんだよ。あんなことをした後じゃ信用できないだろうが、国境越えを助けてくれる人を知ってるんだ。俺も一緒に行こう。俺がお前とその子を守ってやる。分かった。信じるわ。